こんにちは。ダブル201903です。世界一の高層ビル都市、2000億円超えビル、高層ビル群、空撮360度パノラマ。世界最大の高層ビル都市東京の解説です。まあ、テロップでは1000億円超えって書いてるんですが、まあ大半が2000億円クラスが多いので2000億円にします。まあ1000億円よりも2000億円超えの方が多いので、で解説ですが、複数の色の太い線で囲まれているエリアが山手線エリアから切れ目なく続く都市エリアと、このエリアを東京完全都市と定義します。で、左が東京で右がニューヨーク、都市よりこんなに差があります。で、東京の、2000億円クラスの、高層ビル群9つあります。池袋、新宿、渋谷、大崎、虎ノ門、大手町、汐留、品川、横浜。現実の映像と同じ再現性なので、現実の世界でヘリコプターを飛行し、今ご覧いただいているのは池袋、池袋のサンシャイン60ビル。これでこのビル2000億円クラスのビルになります。まあ、あとはどれぐらいだろうな。で、西新宿エリアの都庁か、都庁2つあって、第1と第2が、で両方合わせて、まあ、5000億円近いクラスになります。で、渋谷のヒカリエとか、渋谷スクエアか、この辺のは駅前ということもあって3000億円クラスだと言われてます。まあ2000億円余裕で超えて3000億円クラスあるんじゃないかと。大崎は品川区、品川区の高層ビル群で、まあ品川でも、あ、大崎か、あの一番でかいビル2000億円クラスあります。で、ここが港南、品川駅エリア、まあ港南エリア、品川駅前で、この辺もまあ1000億円を余裕で超えていて2000億円近い。で、汐留の、電通ビルが売却価格で3000億円で売却確定したので、で、このビルが世界一高額の売却価格のビルになります。港区虎ノ門、まあ、六本木とかあの辺含めて
人のエリアにしてます。でこの辺も2000億円クラスのビルがたくさん あります。でこの映像制作したのはだいぶ数年前なので、もう今もっと増えてます。でご存知、六本木ヒルズ森ビル、これも3000億円近い、売却価格でも3000億円近い価格になるんじゃないかと思われます。大手町、大手町丸の内の高層ビル、大体この辺は他のエリアと比べて高さ制限が厳しいので、だって150メートルクラスのビルに制限されて建てられています。まあ、それでもまあ1500億円オーバーと思われます。横浜で一番高いのはあのランドマークの港未来の名称忘れましたが、まああのビル2000億円余裕で超えてます。国立競技場付近を広角で見るとこんな感じです。上空から見るとの赤色以外の線は中央の赤色の線で囲まれたエリアから川や橋を挟むエリア、まあ細かい川とかをまたいだとこはそこで途切れるという集計でもこんだけあるよと、こんだけあります。でニューヨークはこの線で囲われているとこ、まあ都市エリアってこの線で囲われているとこぐらいなので、でビルの数、高層ビルの数、高層ビルの数100億円超え、500億円超え、1000億円、まあ、書いてないですけど2000億円、3000億円ビルの数全てなので世界一